皆さんこんにちは、佐藤ゆりやです。今日はただただゆるーく普段のメイクを雑談しながら撮ってみました。これは仕上がりの状態で、今日は何のテーマもなく作ってるんですが、皆さんとこうお話ししてるような気分で、本当にただゆるーくいろんな話をしながらメイクしているので適当に見てください。まずいつも塗ってるこれはポーラの BA のプロテクターです。これは普段結構外にいる時といない時と日によって全然違うので、私は外にいる時間が長い日は、冬使ってました。本当はね、多分毎日使わなきゃいけないんだけど、ちょっとあんまり外にしっかりいないのにこれを使うのはもったいないなっていう気持ちがしてしまっていて、ファンデーションの下地とかで入ってる SPF で大丈夫かなとか思っちゃったり、ちょっとケチってしまっていたんですが、もう春になって、本当はね冬もすごい紫外線 B 波っていう、なんかすごい奥に染み込む、奥に入り込んでシミを作るっていう深い紫外線が冬もたくさん降り注いでるみたいなので、本当は年中使わなきゃいけないんですが、これをまず塗って、次に最近ねちょっとこの3の下地を使い始めました。これはお誕生日プレゼントで友達にもらったもので、今ねすごく私3大好きで、ナチュラルコスメなのにすごく今っぽくて色味もたくさんあってすごい好きで、ファンデーションも気になっていたのですごくこの下地嬉しかったです。で、使用感としてはね、もっちりして透明感が上がる感じがします。キメを整えてくれるとか、透明感を上げるっていう意味ではすごい優秀な下地だと思います。下地何がおすすめですかって聞いてもらったりするんだけど、多分そのなりたい肌とかによって全然この違うと思うので、私は肌の凹凸をこう滑らかにして透明感が上がるような、でちょっとこう、肌に優しい美容成分が入ってる下地がすごく好きなので、そういうので次のこの下地はすごいいいかなと思います。キャンメイクのポアラップジェルを塗っていきます。これもね皮脂を抑えてくれて毛穴を埋め込んでスムース肌にしてくれるものなので、この鼻の周りと頬を中心に塗っていきます。なんか明るさ明るすぎかな、私いつも動画撮るときって、日中息子が幼稚園に行ってる間に撮ってるんですけど、天気がいい日限定で撮っていて、自然光で全部撮ってるんですね。 なのでこう一回こう始まった動画がいきなりこう色味が変わったりしちゃうときがたまにあるんです。ちょっと黄色っぽい光だったのがすごい真っ白なちょっと青い光になったりするんだけど、それで完全に太陽の光でこう雲とかの問題で動いたりするので、もっとね私が照明技術が上がったらいいんだけど、この自然光で撮るっていうのが結構なんだろう、メイクがしっかり見えるっていう意味で私はちょっとこだわっている部分でもあるので、ちょっと、ね、見づらいかもしれないんですが、自然光で撮ってるので、ちょっともしかしたら今日はねすっごくいい天気なんです。すっごくいい天気だからもしかしたらちょっと明るすぎちゃってるかもしれないですね。こういう時はどうしたらいいんだろう。もともとカメラ好きだから、もっとカメラの勉強していきたいなと思うんですが、あんまりルミコのファンデーションを塗ります。喋りながらって難しいね。そう、なんかあんまり、専門的なね技術的なことはちょっともしかしたらできないかもしれないけど、もともとカメラ好きなので、もうちょっとねレベルアップできたらいいなと思ってます。なんか、YouTube から飛んできて Instagram を見てくれる方も最近増えて、すごく嬉しいです。写真撮るのも好きなので、インスタもねもっと本当はアップしたいんだけど、日常的にそんなにこう写真ねスマホでパシャって撮るくらいしかなかったんだけど、ちょっといい感じのカメラをゲットしてもっと写真いっぱい上げていきたいなと思ってるので、よかったらインスタの方も見てください。で、この安定感のあるルミコのファンデーションを塗って、最近ねもう本当に花粉のせいか
周期の問題かわかんないけど、ここにもうずっとこのニキビ消えなくて、イプサのこのコンシーラーで隠していきます。一番最初に濃い色を塗って、なじませて明るい色を塗ります。もうね、春一番肌荒れするんですよ。花粉のせいなのかな、本当にいつもね、調子悪くなるんですよ、肌が、うん。今日はこの NARS のパウダーをのせていきます。これなんかツヤっと仕上がってすごい私好きでした。すごい好きです。この前アミューズボーテに遊びに行った時に購入したんですけど、お粉としてじゃなくて仕上げのお粉の上にツヤ出しとして塗ってもいいのかなっていう感じでした。なんかこう表面がこう磨き上げたみたいなツヤが出てくるので、結構細かく何回もこうのせるといい感じにツヤが出ます。みんなメイクしてる時ってどんな感じでしてますか？私一人の時は結構音楽かけたりとか、アイブロウはキャンメイクのペンシルを使います。音楽かけたりとか、あとなんだろう、なんかテレビ見ながらとかできないんですよね。で結構ね、いろいろなんかその日何が起こるか、いろいろこう一日の行動とか考えながら結構メイクするので、音楽聴いてすることが多いんだけど、みんなどうしてるんだろう。でも朝忙しい時だとあんまそんな余裕もなかったりするのかな。なんか最近もう3月でね、お別れ会の時期なんですよ。もう子供がね、今息子が年少さんなんですけど、初めてのこの進級するので、もういつも忘れちゃうね。このミゼレディのパウダーで、はい、ちょっと垢抜け眉を作ります。すっごい寂しいですね、こういうなんか卒園するわけじゃないのにね。なんか今息子がいたクラスが本当に素敵なクラスで、お子さんたちもそうだけど、お母さんたちもね、すごいいいママたちが集まってたので、なんか楽しかったんですよ。あ、もうやだ。もうやだね。ケイトのアイブロウカラーで眉毛の色を上げます。そうそう、なんだっけ。もうダメだな、私雑談しながらメイクちょっと無理か。あ、だからこれだ、ごめんなさい。3のシマーリングベールを塗っていきます。2番です。喋れよってね、急に。なんだっけ、そうそのなんだっけ3月ね、そうだから お別れ会とかね。でも卒園卒業、いろいろね、生活が変わる方多分いっぱいいますよね。ねえ、ちょっとなんか寂しい季節ですよね。まあ、ちょっとビセのビセアーバンを塗っていきます。7番です。007番です。楽しみでもあるけどね。ルナソルのこの濃い色で目元を締めます。すごい使い切りましたね。本当になんか一回気に入るとそればっかり使うタイプで、そうなんですよね、変に失敗したくないというか、なんかちょっとこう挑戦する
やつはプチプラにすることとかがやっぱ多いですね。安心感があるというか、好きなものはデパコスで買ったりする率が高いけど、うん、挑戦色はプチプラコスメで買うことが多いかな。最近だとやっぱビセとかすごい可愛くて、好きな感じの色味とかが多いのでビセだったりとか、あとは結構私の周りコスメ好きな子がすごい多いから、誕生日プレゼントとかお土産とかで結構いろんなアイテムを自分が選ばないような珍しい色味とか買ってきてくれたりするので、そういうのでこういろんな色を使ったりしています。で今日はこのラブライナー、これもちょっと友達にもらったんだけど、ラブライナーのいつも使ってるのがこのダークブラウンで、こっちが今回はちょっとこのブラウンを使ってみます。でブラウンって言ってもいつもよりもっとこう赤みの強いブラウンです。そうで、私コメントでね、筆の持ち方をすごい指摘されたんです。なんだけどこれもう癖で、昔はここにこうパフを置いて自分のちょうどいい高さでこう調整していたりしたんだけど、安定するんですよこうやって持つと。でここの高さにこの自分の小指とここのなんて言うんだろうな、もうそう安定するのこの持ち方が、すごい引きやすくて、これがそうなので、ちょっとこういう風に持っちゃってるんですけど、ちゃんとこうちゃんとした持ち方もできるので、気になる方もいるかもしれないんですが、これでもう癖なのでやらせてもらいます。そうでもね、ラインを引く時に本当はこう鏡があったらこう肘とこう固定して描くのが一番描きやすいです。でここの高さもここの自分の頬にこう押さえながら調整して、私はこうブレないようにここで支えてるんだけど、これでこうやって描くといい感じに弾けると思います。とか言われるまで全然気づかなかったですけどね。確かにね、気持ち悪いかな、気持ち悪いかな気持ち悪いかな。こんな感じ で今日ちょっと目も充血してて、どんどんもっとすごくなるのかな花粉。この周辺村のビューラーでまつげを上げていきます。グロウフルールチークス2番を塗っていきます。エトボスのハイライトを塗っていきます。これこの前の京都にあるアムユーズボーテで買ったんですけど、もうすっごくいい感じで、とってもお気に入りです。自然なツヤというかね、 RMS の方がみずみずしい感じのハイライトで、こっちの方がでもねちょっと肌なじみがいいというか、日焼けしたような肌の人にもすごく合うハイライトだと思います。ヘレナのマスカラを塗ります。こんなゆるゆる喋ってていいのかしら、まだいまいちこの正解が分からず動画を作ってるんですけど、でも見てくれてるみんな本当にいい人ばっかりなんで楽しいです。あと皆さん本当に美容が好きなんだなっていう、コスメとか情報がすごくて教えてもらうことがたくさんあるので、すごい参考になってます。ありがとうございます。デパートのコスメ売り場とか行ってもやっぱキラキラした女の子たちがいっぱい集まってて、ああいうシーン好きなんですよね、見るの。あ、みんななんかメイク楽しそうに選んでるなとかね、コスメ楽しいですよね。まあ面倒くさい日もちょっと正直たまにあるけどね、すっぴんで出かけちゃいたいんだとかね、時間ないんだけどとかね、朝早い日自分の支度のために早く起きなきゃいけないのちょっとめんどくさいですよね。顔ができてきました。最後にリップ、リップすごい好きでいっぱい持ってるので、本当にその日の
気分と服装と、まあ、行く場所とかでいつもなんとなくメイク決めてから始めるんですけど、リップはね本当に悩みます。今日はメロンドロップポップ、はい、何のテーマもありませんが、ちょっとこんな感じで雑談しながらやってみました。もっといろんなお話しようと思ったんだけどね。ちょっとこう質問コーナーでいただいた質問もまだ残っていて、けどちょっと質問こう答えるのって私なんか思ったより話が長いみたいで、こううまく編集がね上手にできないので、またちょっとこう本当にゆっくりになっちゃうんですけど、またやっていきたいと思います。こんな感じのゆるゆる動画ですが、どうですか？どうですかね。また皆さんがいいねと思ってくれたら、またこんなゆるい動画もアップしようかと思います。ではバイバーイ。